ポジションにもよりますよね。1回目の動きのまず一発目どうなるかだよね。あーどうだろう、あんまりちょっと動きが今出なかったな。奥の奥狙いですね。これでどうだろう。あー行かなかった。ちょっと取りたい感じでしたけど、このままスルンって言ってくれれば。あ、残った。そしてトーン、少し反対側も狙っています。いけいけ。あ、惜しい。まっすぐ行ってくれたらよかったけど、今ねじれちゃいましたね。これじゃあちょっと手前のバー手前のところにちょっと入れて、はい、よし、ノーマルポップゲットです。はじめまして、ノーマルさん。偶然一つで、そうですね、トスをちょっとお会いしましたね。声かけていただいてありがとうございます。あ、いえいえ。これ、どうなんですか、この設定。2個しかないですね。2個しかないですよね。これ、じゃあ簡単に取れる。簡単説。実は押して、押して取ったら取れるやつ。やったらいっちゃう。普通に足幅がなんか、倒したら。倒したらいけますよね。いけるよね。どうなんでしょう。え、これ、こうついていく感じの方がいいですかね。いいですよね。それとも、あれかな、アームをかけて寄せちゃう感じですかね。いけるかな。これちょっと、なんか若干罠みたいな雰囲気もちょっと醸し出してるけど、あ、やっぱあんまり開かないね。あ、でも、お、うわ、惜しく、うわー、今カクカクしたね。でも今、行きそうな雰囲気ありましたね。あの、閉じた勢いで行くような。あー、これどうかな。今の本当はこっちじゃない方がいいのかな。ただアームの位置がね、あの移動制限があって。これをちょっとこっち側を普通に払っていけない。あの、払うパワーはない。ってことになると、やっぱりこれスピンさせて、スピンしかないですよね。うん、ただなんか左アームでそこをつくっていうのはなかなか。いや、そうですね。ってことはじゃあ反動でちょっと反動させて、これでいやー、これはこれはちょっと微妙な感じなんで、限界まで行ってこっち右で行かないですかね、このアーム。奥の方がもしかしたら出てるかもしれないです。ギリギリ、もうギリギリ寄せるとこんな感じ。うわー、これは多分押せないね。開きもね、多分入んないんで、少しね、これちょっとね、これは難しいね。でもこれ奥結構出てるんですけどね。じゃあ奥の方が狙いやすいから、かもしれないですね。左で、今あんまり開かなかったんで、これ厳しいかな。うまい。角を狙ってくる。うまいっす。これ一気に、一気に、おー、しゅーこれ意外に厳しいね。意外に厳しい。これ実は結構難しいのかな。あの反動は、うん、多分もう初期位置で結構決まるやつ。これ結構このスレスレの、いや、うまいっすね。この辺でいい感じ。ああ、これ取れない。これなんか面白いポップコーンのね、結構カラフルなんだけど、これやっぱ奥2辺りを狙うイメージですかね。開きがね、どれぐらいあるか。これどうだろう。あ、めっちゃ開くし、ちょっと今バー手前に入っちゃってる。転がるけど結構コロコロってね。あれっすかね、逆にもうこのまま転がしちゃう。下を左側に振って、あっち奥を振って、確かにそれもありだな。そのまま転がっていっちゃうのかな。あのグリップしちゃうとうまく回転しないで
っちゃうか、少し横になってくれれば。いや、でもワンチャン、ワンチャンかもしれない。これじゃあ手前か、あ、そうか、手前をちょっと持ち上げて、はまるか、どうしようかな。これ結構丸いとね。一旦でもじゃあちょっと持ち上げて、うん、少しでも上がればもう蓋は落ちてる感はあるんで、あー、じゃあやっぱり手前ちょっと転がしてこっちの方に少し行ければ行けるかもしれないけど、どうだろう。これで行けば、うわー、でも今あれや、左側が乾燥しちゃってるね。なるほど。これ結構なかなか乾燥しないで入れるのって結構難しいかもしれないな。これぐらいで本当ギリギリ入れて、左側も入れない。いけそう。ただ移動制限結構これ入っちゃって、でここなんだろう、手前を返してこっち側に行くか、あとまあ爪がね入る位置なんで、後ろをこう回転させていく、ちょっと悩むとこだけど、しようかな。このままストーンと落としていきたい気持ちもあるな。しようかな。これはちょっと奥、はい、奥ちょっとバーに干渉してギリギリのとこちょっと狙って、これで一気に回す。よし、ゲット。これすごいカラフル。なんかすごいね、これ。どんな味するんですかね。わかんない。これポテのチップ。ポテトに乗ってそうな。なんかね、そんな感じのタイプのやつなのかな。これはじゃあ普通に横で取っていくイメージだと思うんですけど。まず横に向いてくれるかね。横に転がっていっちゃうと。あー、単純に横にこう平行移動みたいになっちゃってるんで、なんかうまく横にする角度が取れる動きしたいけど、まあ、どう、難しいね。逆に激寄せの方がいいのか。でまた転がっていっちゃうかもしれないけど、あー、でもちょっとという角度がついたかな。うん。あとなんか左アームでやるか右アームでやるかもちょっとあるけど、やっぱギリ寄せして入れていく。もう本当ギリギリのところこうやって。あ、抜ける。あー、ちょっと今若干ちょっとね。やっぱちょっと。ちょっとね、角度がついていかないとあれなんで、そうかな。少し当てる気味で当てつつみたいな。これ少し弾け弾け、うわー、これでも横にしたかったけどちょっと縦になっちゃったね。まあ少し沈んでくれればね、奥狙って、もうぶつけるぐらいの感じで、スレスレだけど今抜けた？なんか抜けた。なんか抜けて、なんか少しアームがこうなんかぶつかりながら今。アームのせいです。アームなんかひねるね。今結構いいとこ入ったような気がしたけど、うん。じゃあ少しもう奥に行くのを考えつつここら辺で狙う。よしゲット。よしゲットです。なんだ、ドールフルーツ、普通にじゃあ横になんかすごいバランスキャッチできそうな雰囲気はあるけど、ひねりがなんか変な風にひねってるんで、めちゃくちゃ、あ、でもこれ平行になってく、あー、すごいねじれを感じるんで、アームので、ギリギリ入れて少し横になれば、こいこいこい、お、なんか下の方が動きちょっと出にくくなってるから、どっちがいいかな。奥を入れてみて、やっぱ重心がある意味しっかりしちゃってるんで、
この辺で入れるけど、バーに当たっちゃうかなこれ。あ、ギリギリ当たんなかった。ただ横になるかな。お、一気に一気に来た。で、またさっきの容量じゃないけど、ちょっとそう思ってるんだけど、縦はめみたいな感じで入れていけば結構重量があるんで、その自重で一気にストーンって落ちてくれないか。ちょっとこれですく、あげろあげろ、うわーてい。これちょっと待ってたら落ちそうな感じだけどね。あ、これグリップしちゃってるね。新品だ。新品じゃん。やっぱもう一回じゃあ下り奥をちょっと入れて、少し衝撃が入ればいけ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 、よしゲット。道路のフルーツゲットです。